浜井ゆっ子ですひでゆです今日はキャッシュの今すぐ入金について説明しますのまはい今日は新機能今すぐ入金についてなんですけどこちら使ってはいけませんなぜダメなのかなんですけどこちら法律的に大丈夫なのかなって思うくらいやばい機能となっていますまずこの今すぐ入金は何なのかなのですがこちらはコンビニで後払いができる機能となっています キャッシュにとりあえずチャージしといて、で、チャージしたお金を後からコンビニで支払うという感じの機能になっています。で、何がやばいかなんですけど、金利がやばいです。こちらを見てください。手数料という名前でごまかしてるんですけど、これは金利です。3000円から5万円までを借りることができます。借りた金額に対して、固定の手数料という名の金利がつきます。もし3000円を借りたら500円の手数料がかかるので、金利、 16.6%になりますお金を借りる額が大きくなると手数料の割合が下がってきて5万円だと金利3.6%になります3.6%なら少ないと思った人いないですかそれは間違いですなぜならこれは年利ではなくて月利なんです借りたお金の返済期限が翌月末となっていますなので1ヶ月お金を借りるのにかかる手数料となっています 5万円を借りた時の月利3.6%を年利に直すとかける ×12 をして43%になります<ー>年利43%ですよすごいねやばくないですか、うん、これねもし3000円を借りたとなると年利199%になります、えー、やばやばいですよねこれどうでしょうこれこれうっかり間違えて使っちゃって3000円 その後気付かずに年利199%になってたらクソやばいねなんですけどこれまあ厳密にはそうならないんですよねあそうなんだはい1ヶ月の手数料がまずかかってきて延滞すると延滞料金的なのがまた別にかかるんですよ、うん、それはまた別の計算になるのでうそうならないです三千3,000円借りて返す3,000円借りて返すっていうのを毎月毎月繰り返していくと年利199%になりますちなみに金利が高いと言われているカードローンカーードローンですら 年利10前後ですなのでこの「今すぐ入金」の機能がどれだけやばいかっていうのが分かるかと思いますでですね先ほど少し言ったんですけど今すぐ入金の返済に遅れると遅延損害金が発生しますでこちらの計算方法が年利14.6%を日付で割った金額が延滞した日数だけかかってきますということでこの「今すぐ入金」機能絶対に使わないでください そもそもなんですけど、クレジットカードを使えば後払いになるじゃないですか。なので、キャッシュのこの今すぐ入金機能を使って後払いをする意味がないんですよね。しかも、この今すぐ入金機能、いやらしいことに手数料という名前でごまかして、乗客たちからね、お金を巻き上げようとしてるんですよ、これは。なので、この動画を見た人は、絶対に今すぐ入金機能を使わないでください。今回の動画、もしよかったら参考にしてみてください。 めめちゃめちゃゃ怖い話でしたね今回いいやー怖いですよ、これは。怖<い>キャッシュは過、ね、去、ね、ポイント還元率すごい高めてポイントばらまいたじゃないですか。うん、ポイントはばらまき終わったんで今はもうね彼の時間ですよ。今度は返してくれと。回収してるんですね今、回収してますねうん、まあ。キャッシュというサービスがね終わったらねちょっと困る人もいると思うんでお金儲けはねしないといけないんですけどただね、ねお金儲けのターゲットにはなりたくないですよね。うーん あまりに金利が高いし金利を金利と言わず手数料というところに悪どさを感じますねいやこれはやばいですね本当ね。うん、気をつけたいですねそうですねこれ使うぐらいなら本当クレジットカードを普通に使った方がいいと思いますそうですねはいというわけで今回はキャッシュの今すぐ入金についてお話ししました 浜優子とひでゆきがお送りしました。チャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またねバイバーイ,バイ,バーイ